よいしょ、お疲れーす。お疲れーす。おおでっか襲撃しに来たよ。自己紹介いらんすか。いらないです。いらないですか。いや、出らん。はい、マルシュー軍団の IT5 くんです。襲撃しに来ました。おお、こんにちは。久しぶりやね。半年ぶりや。ちょうど半年ぶりですね。久々の突撃に。で、まあちょっと風前してしまったけど、これを見てもらえる。これエグいです。落としていいですか。あ、いいよ。まあちょっとあのグロ映像やけん。ああですね、うん、遠目の方がいいかな。まあでもめっちゃ太い風前やけどね。太もう死んでしまっておるけど、まあ超超えてる、ね、うん、こんなんが出たけどねみたいな感じで今話を。なるほどですね。やば、うん、太いよね。そうそう、はい。今日なんですけど、はい、なんと、はい、インセクトディスカバリー、はいはい、7月28日か、はいはい、行われるインセクトディスカバリーで、はい、ファミリアブースになんと IT5 くんのブースも出ます。やば、はい、いや、これ皆さん待望じゃないですか。いや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 、すごい、なんかコラボしてね。いやいやいや、即売会としては初めて。初めてですね。ね、出店側っていうのは。へぇ、県外で売ることが初めてですね、うん。あ、そうなんや。その記念すべき一発目をファミリアブースにて出してくることになりましたので。なるほど、うん。よろしくお願いします。激アツやな。そう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 。で、まあ今日は、その IT5 くんが何を持ってきてくれるのかとか、はいはい、なんかそういうのを、まあちょっと軽く説明してもらおうかなと思って。はい、ああ、なるほどですね。そうですね。とりあえず、テーブルに座りますか。はい、了解でーす。お願いします。はい、なんかでかっでかっでかっでかいね、やっぱこのスタイル欲しいよね、うん、まあさっきも言ったように、はい、インディス、うん、来てくれるので、あの皆さん本当待望のね IT5 くんじゃないのかなと。うんうん、ですね。もう値引きはするんで言ってください。今回どんぐらい持ってくる。今回は、うん、まあ、オス10は間違いなくいると思う。ほうほうほう、うんうん、でメスは20、うんうん、ぐらいかな、うん、で、まあ、幼虫もまあ限定で何匹か持っていこうかなと思って。ほう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 、すっぱり楽しみやな。はい、残ったら俺が買う。ね、残ったらマジで多分俺買うから。一番今回の、うん、もうおすすめのメス、うん、メスメスはやっぱこの川野さんからのこのインラインなんですけど、うん、これですね。このさなぎから写していい。ユーシーさん、ふっと焼き芋みたいになったよ。えぐいです。これは、マジでやばかったですね。これめちゃくちゃ太いね。そうそう、しかもこれ全然乗ってないですよね、体重が。何グラムだった。おこれ多分130いってないぐらいだと思う。へぇー。えぐい、これ。ふっと。このメス、しかも、あの、太いのに完品率が高いんですよね、これ。うーん。一応おすすめですね、多分。このラインのメスを持ってくは3メスぐらいだけ持っていこうかな。これもダッシュやろ。サイズ的で一番でかいのは何ミリ持っていくのは170あるかないかの。ほうほうほう。ちょっとそいつを出そうかなと思う。ほうへえ、楽しみやね。幼虫はもう全部オスメス川野さんのラインですね。川野さんもひろかさんのラインをちょっとだけ多分出せるんで、ほうほうほう、出てきたんでそれを出そうかなと思って。おで、なんか X の見たけど、当日はあの黄色の T シャツ着てくれてる。写真バシャバシャ撮ってくれるから。しかも、秘宝です。昨日、マルシューにあれ着て行って、うん、試したら、あの、これも試した。半台だけで1万2000円くらいかかったんですよ。あんな大赤字の T シャツ。で、写真撮ったけど反応せんかった。どれ一つ反応しなかったんですよ。私、見本の時反応してたんですよ。うん。出来上がったら全然反応しない。なんかでも幸せを呼び込みそうやね、黄色やけんね。黄色大好きです、うんうん。そういう風に言うしかないよ、でも。黄色大好きです。うんうんうん。いやー、まあでも、俺も楽しみやなと。うん。うん。思う。今回その IT5 くんのヘラクレスもね、ファミリアブースにて並ぶわけなんですけど、はいはい、プラスで、スペシャルゲストもう一人います。おー、ですね。はい、エヴァーナッシングさんも来ます。やばあのエヴァーさんが。エヴァニーが、エヴァニーから連絡あって、はいはい、あの、一生に一度の思い出で、ついて行ってもいいかなって言い出して、あ、そうなんですね、全然いいっすよって言ったら、はい、あの、
本当邪魔しないようにお手伝いしに来るからみたいな。へ、あ、そういう経緯なんですね。そうそうそう。へ、だけどそれやったらせっかくやけんエヴァニーも生徒なんか並べてくださいよっていう話をしたら、はいはいはい、僕は貼っときます。エヴァニーからのあの種類何を持っていくかみたいな。あ、エヴァさん持っていくんですね。持っていく持っていく。へ、確か10ペアから12ペアなんかこういろんな種類を、へ、うん、持ってくるけど貼っときます。お、すごい。うん、今まではこうずっとインディス行くときはこうファミリアファミリアで行きよったけど、はいはいはい、まあ、こうやって合同で九州の熱を関西に持っていくのもものすごくいい、ね、イベントになるんじゃないかと思って今回新しい試みをします。楽しみ、めっちゃ楽しみ、うん、熱くなりますよ。もう今勢いのあるヘラクレスブリーダーやけですね、うん、マット、あ、そうそう、マットも持っていきます。おー、うん、ああ IT マットでも多分10袋限定だと思うんで、うん、早めに、うん、まあちょっと当日はかなりすごいあれになるんじゃないかな、やばいですね、うん、楽しみで。 IT5 くんが持っていくヘラクレスもあの動画に差し込んできますね、写真を。うんうんうん、うん、後で写真もらおうかな。そうですね、出会んて古いってしかも昭和やん。、うん、で今回俺はね、はい、あと前回の S&B で、はいはい、でかい答え何とも出たっちゃけど、はい、さらにでかいのがまたおるけん、うんうんうん、やばかった、うん、あ、見た IT5 くん、やばいっすよ。ああ、今回はね、新しく浮かした答えで、はい、104、105、106、106、108.7、うんうんうん、負けもになると思います。やば、うん、で前回 S&B で本当にありがたいことに、うん、あの106アップとか107アップ出ちゃったんでですね、うん、だけ、まあ、それでもこのアベレージでインディスに持っていけるっていう、うん、でさらに今回持っていけんけど106、107がまた浮かしとる。おー、やばマジででかいです、うん、そうそうそう、まあ、セジャはそんな感じで、うんうん、でメスタンとか、そうですね、まあ、もちろん今回ね109.4、これ展示で持っていきます。ああ、なるほど、うん、多分今まで種植えとかにバリバリ使われてて、うんうんうん、あのまだインディスで並べたことなかったっちけど、うんうんうん、並べたことないんですか。 9.4 は確か持っていってたからですね。10の標本とか持っていってたから、うんうんうん、もう生き虫のすごいですね、うん、でも種バリバリ使っとうけ、うん、うん、この幼虫も、うんうん、あの数頭は持っていくんで、うんうんうん、まあ SB と変わらんぐらいのクオリティでですね、持っていけると思います。うんうんうん、タランドスも、タランドスも持っていく、タランドスもあとマックス85ミリペアまでは持っていけそうかなっていう感じです、うんうんうん、いいですね、うん、でまあいつものようにファミリア用品、そうですね、ラストピースだったり各マットだったり、うんうんうん、はあの持っていける思考ですね、頑張って持っていきます。はい、うん、ってことでまあちょっとマジで盛り上げてほしいなと。そうですね、まあ、九州から本当に熱い思いを持って盛り上げに行くんで、タンクトップで来てください。熱いですよ多分。でまあ前乗りよね、今回です、はい、うん、でまこちゃんごめん、ホテル取ってない。またこれやばいね、今回も。前回の、はい、泊まったホテル出ましたらさ、もう満室やったっちゃ。マジで。そうそう、いや、やばいね、あそこ空いてないならやばいよ。もうだけどね、どうしようかなって感じやけん、はい、怖いですね、もう当日。IT5 ゾーンならホテルも決まったぞ。ちょっと離れたところに泊まります。あ、そうなんや、最悪じゃあ友達の家に泊まります。最悪そこにみんな行けちゃう。みんな行きますとんちゃん騒ぎで。まあなんとかなるでしょ。まあなんとかなってきとるけファミリアは、うん、なんとかなるでしょ。そうそう、大体そういうホテルのね段取りとかがもう遅すぎるけどね。でもいつかなんとか何日か来るでしょ。それを待ってる俺。うんうんうん、それが今回かもしれんしね。そうそう、それを待っとるよ。分からんよねそれは。でこれあの井上尚弥選手のボクシング見に行った時とかも、うんうん、ホテル取ってないけどね。マジで。あの会場で空き時間とかに最寄りのホテルって入れて探しよう。やばすごいですね。大体東京とか特にほらそれアパホテルとかめっちゃあるけん。なるほどなるほど、困らんちゃうね向こう。確かにちょっとでもインディス周りはそうなんもないですね。結構なんもないけんね。であったとしてもやっぱねその関係者が抑えとったりするし、そう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 、なかなかだけちょっと早めにお願いします。もう野宿だけは、まあ、それはあの当日までお楽しみ。了解です、分かりました。怖いな、行きの車でほら7、8時間あるけん、うん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 、誰かにあのちょっと探しちゃって。まあ本当
あの楽しみな、うんね、ブリーダーがついにインディスデビューなんで、本当っすね、皆さんダッシュで来てください。はい、はい、でエバーナッシングさんもあの、ね、あのお手伝いという形で来るんで、うん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 、みんなで本当に乗り込みます。うん、激アツなブースっすね。いやだけどね、異質よね、また、うんうん、ちょっと楽しみ、本当にこういうことをするのもね、うん、またこう面白みあるんじゃないかなですね、うん、いや最高に盛り上げましょう。はい、うん、お願いしていきます。よろしくお願いします。はい、あの皆さん本当にダッシュで来てくださいね。はい、うん、はい、そんな感じで今回の動画終わりたいと思います。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイバイ。ジャケラー。